ですね、LINE で、来シーズン新しく出る、ブレードっていう板がこちらです。でこれはですね、まあ、サンプルで、中身が見やすいようになってるんですけども、ご覧いただくと分かる通り、センターと、あとサイドに、メタルが入っておりますで、まあ、トップが太くて、センターが細いっていう、少し、サイドカブが、きつい、スキーに、仕上がっております。メーカー標準では、この、まあ、ラデュースのところはタイトっていう表記があるんですけども、まあ、自分が乗った感触でも、まあ、13とか14メーターぐらいが、感じを受けます。で特徴的なのは、まあ、メタルが入ってると、結構硬い板っていう風に思われる方が多いかなと思うんですけども、この板の真ん中が、ちょうどメタルが入ってません。ここですね、まあ、抜けてます。なので板が、たわみやすいっていう、特徴があります。自分の、まあ、乗った印象では、まあ、メタルが入っているけれども、まあ、板のたわみがしっかりこうたわんでくれる、まあ、ゲレンデのカービングのスキンが、グレードという形になります。サイズがですね、センターが、95、まあ、センター95のものと、こちらが92のね、ここはあのユニセックスで、メンズレディースともあの自分の好みで、長さとウエストを選んでいただければいいかなと思います。